か？きっ、こんなに遅くまで居残り勉強なんかさせっから耳までおかしくなっちまった。お？ UFO かな？いや、飛行機だなあれは。仕上がって上等だぜこの野郎。いずれも被害者は腕っぷしに覚えのある猛者に限られ、証言によれば犯人はパンチのみを巧みに操りだって。へえ、また出たのね。ボクシングでもやってるのかな、その犯人。ああ、そうも書いてあるわ。犯人はボクシング部関係者かっとって。さ、もういいでしょ。物騒な話はそのくらいにして行こうよ、チー。ああ、ゆい、こら、そんな急ぐことないでしょ。わあ、チコリー渡辺二郎アッパー。わ、わ、わ、相変わらず君たちはわっぱな登場の仕方するわね。ところでボクシングがどうしたってか。結局こけちゃったわよ。はい、この新聞に書いてあるからよく読みなさい。なになに。ゆい、行こう。頭がくさ。またも校内。これは。これは。これはが。なんて読むんだっけかね、ゴー君。おお。そんな字も読めんのか、あんたは。そんな字はね。闇討ちと読むっちゅ。大丈夫？諸君、この事件の鍵はボクシング部にあると私は睨んでいる。とにかく教官は徹底的にボクシング部および同部内に出入りする者をマークし、この一応高校に平和を取り戻すのだ。いざ出陣。おー、ゆい、行こっか。あら、投げた。いざ出陣でござる。ダメかもしれない。ファイト！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 これじゃまるっきり犯人扱いじゃねえか。くそ、新聞部のボケどもめ。ファイト！てめえら行くぞ。用意しろ。え？キャプテン、そんなことしたらますますでしね。うるせえ、行くったら行くんだ。彼女たちと一緒に。じゃあ、こちら闇討ちの犯人さんのお住まいはここですか。よせ、ぶっ飛ばされるぞ。なんだ、誰もいねえじゃねえか。さては、さては、我々が来るのを知って逃げ出したな。逃げるか。これが本物のサンドバッグか。汗臭い。でも男の匂い素敵。気持ち悪い。セクシーだ。惚れ惚れするほどセクシーだぜ。あ、こいつちゃっかり着替えてやがんの。あんまり勝手な真似すると闇討ちに遭うかもしれねえぜ。おっと、えっ、おっと、えっ、とわっ。あ、この野郎、ボールのくせによくも人様を。ちょっとゴーくん。あら、割っちゃった。何やってんの二人とも。あ、部員が戻ってきたぞ。マジマジ、やばい、早く鏡をかたさないと。
いやーバテたバテた。なんでバテたんだか。それ言うな、それを。たまには気分転換をしないと体に悪いからな。さてと。キャプテン、お茶立ち。バカ者、ボクサーたる者常にハングリーでなければならない。悠長にお茶など飲んでいられるか。バカミ。やばい、鏡の方へ行くぜ。よし、ここは私に任せておけ。ヒギ、顔面変化。さあ、お前らも練習練習。ん？今鏡が動いたような。あちょんちょんちょん。あばばばばば。はい。ん？うん、ちょ。やっぱり気のせいか。え？それでは、またジャブ。意表をついてフック。えい、相手が引いたところへすかさずストレート。見せかけて実はアッパー。あ？ま、なんで鏡が兵をするんだ。気の兵、気の兵。気の兵じゃねえ。うわ、なんだお前ら。黒田バキだな、あの5人。かわいそうですね。うわだ、うわ、なんだ。番組だ、そこ動くんじゃねえ。なんで番組が。昨日の闇討ちの件で一言挨拶に来たんだよ。どうぞ組長、一言挨拶を。こんにちは、番組のニヒルだようです。以上、番組の挨拶でした。うわ、挨拶じゃねえっての。いやー、しまって。まあ、とにかく上がらせてもらうぜ。さて、さっきの話の続きだが、怠慢ならいざ知らず。おっと、おい、せこく闇討ちってらどうも気に入らねえ。さあ、この場できっぱり落とし前をつけてもらおうか。ん？だあ、なかなか楽しい遊びをするじゃないか。ふざけんな。こら、砂遊びするな。とにかく闇討ちのことなど俺たちは全く知らん。新聞部のデマを飲みにしやがって、このタコが。何をとぼけるんじゃねえ。ここ以外には考えられねえんだよ。それ以上ボクシングも侮辱するとただじゃおかれんぞ。まあ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 、君も筋が通っている、君も筋が通っている。でも僕が一番青筋が通っている。てめえは引っ込んでろ。はい。ところで、さっきの決着の件だが、俺にいい考えが浮かんだぜ。いい考えだって？そう、さっき出すなよ。別に喧嘩を売るつもりはねえよ。んなことして立場が悪くなんなこっちだかんな。つまり、俺がスパーリングの相手をしてもらいに来たってらどうだい。面白いじゃねえか。練習なら誰も文句は言うまい。おい、誰かグローブを貸せ。はいはい、よいしょよいしょ。はい。おいじゃ、行くぜ。これがグローブか。なあなあ。よし、これでオッケーだ。さあか、一人と言わず何人でもいいぜ。くそ、調子乗りやがって。番組といったって素人だ。グローブをはめりゃこっちのもんだ。よし、行ってきな。こんなチャンスは二度とねえぜ。